道路情報版は、道路における情報を提供する目的で設置される、可変式の表示版。呼び方は、道路情報版以外に、情報版、道路情報掲示版、道路情報表示装置などがある。道路上の情報提供の手段には、通行止めや渋滞などの文字情報を提供する文字、情報版、道路網の模式図上に交通状況を表示する、図形情報版、 主要地点までの所要時間を表示する所要時間表示板などがあるが、情報提供のレベルは各国で異なる。NEXCO が管理する道路での道路情報板は以下の種類が存在する。上記のほか、必要に応じて休憩施設混雑表示板や所要時間情報板、図形情報板なども設置される。また、都市高速道路でも独自の様式で情報板が設置される。 道路管理者一般道路で道路管理者が設置する道路情報版の使用は道路情報表示装置として使用が定められている。1986年に LED 道路情報版が開発されてから LED を用いたものが主流である。3色表示可能なタイプは NHL 型、15色表示可能なタイプは HLM 型として使用が定められている。 それ以前は建設省によって定められた1972年9月27日の通達に基づいて以下の3種類のものが設置されていた。警察一般道路で警察が設置する道路情報版の使用は傾向式によって定められている。以下に傾向式による道路情報版の種類を列挙する。現場において手動で表示内容を変えるタイプの道路情報版は、 昭和30年代後半にはすでに登場していた。しかし、情報提供が必要になる都ど作業を行わなければならない欠点があった。名神高速道路の開通当初も手動で表示内容を差し替えるタイプであったが、視認性の改良するため内部に照明を設けた字幕式に変更し、日本道路公団が管理する道路で標準的に採用するに至る。 1966年12月に日本で初めて遠隔操作による電光式道路情報版が岐阜県大垣市の国道21号に設置された。この頃から遠隔操作による道路情報版の設置が始まったとされる。この当時の自動式の道路情報版は投稿式、字幕式、電光式に分かれていた。昭和60年頃より省エネ 長寿命の利点を持った LED が道路情報版に採用された。これに伴い多様な表現が可能となり、道路利用者に提供できる情報の質と量が向上したと言える。フランスでは文字情報版と所要時間表示版が用いられているが、図形情報版は存在しない。ドイツでは文字情報版のみ用いられており、 図形情報版や所要時間表示版は存在しない。イギリスでは文字情報版と所要時間表示版が用いられているが図形情報版は存在しない。アメリカでは文字情報版と所要時間表示版が用いられているが図形情報版は存在しない。ありがとうございます。